はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ウーバーイーツで頼んじゃったんですけど、どうしてもね、ケバブが食べたくなりまして、今回は大量にね、ちょっとケバブを買ったんですよ。ケバブもね、ちょっと辛さが選べたり、他のサイドメニューなんかもあったりしたので、今回はいろいろ頼んでありますので、早速並べていこうと思います。はい、ということで今こんな感じでね、並べ終わりました。もうね、匂いがめちゃめちゃうまそうなんですよ。早速食べよう。いただきます。で、ちょっと今日もこれをね、でね、これ前のあのハンバーガーの動画でも、なんでつけるのって言われるんですけど、あの動物系のこの油がね、手につくのが好きじゃなくて、どうしてもカメラとか触るんで、できる限りね、つけたくないんで、これをつけさせていただいております。で、まずこのケバブサンドで、ソースがね、選べたんですけど、これがオリジナルソースみたいでございます。はいはいはい、超うまそう。よし、いただきます。うまい。やっぱケバブうまっ。たまに食うとめっちゃうまいわ。見た目的に袋から出しましたけど、めちゃめちゃこぼれる。続いてこっち、これがね、なんか辛いソース頼みました。ソースがね、結構真っ赤、さっきと違うね。あ、辛い、めっちゃ辛い。ハバネロ系辛っ。辛い、デスソースみたいな味がする。思ってる以上に辛かった。僕実はそのタバスコとかハバネロ系のあの香りがあんまりね、得意じゃないんですけど、あんまこれ得意じゃないかも。そしたらこれ続いてチーズドッグ買ったんですよ。チーズドッグ、まあ、ちょっとね、宅配なんでもう柔らかいけど。伸びない、でもうまい。味は抜群にうまい。なんかね、ロングポテトみたいな、なっけえなこれ、めちゃめちゃ長いポテト。冷めてる、パフパフする、水分がない。でケチャップマスタード頼んだんだけど、入ってないんだよな。どういうこと？このポテトはあんま好きじゃない。すごい、やっぱこのオリジナル普通のやつが一番うまいですね。断然うまい。追加でふわっとケチャップかけちゃおう。多めの方がうまい。こっちな、ミスったな、これは。はあ、これ辛い、めっちゃ辛い。
はあ、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 すごい唇がね、痛い。うん、あ、お肉とね、野菜はうまいんだけど超辛い。ちょっと今日は早いんですけど、バサバサがすごいからビールをちょっと早めに。いや、そうだ、でこれ視聴者さんからね、乾杯をしてほしいと、一緒にできたらいいですみたいな意見をいただいて、それいいと思ったんで今日からね乾杯をしますってことで乾杯。うん、やっぱケバブに合いますね。めちゃめちゃうまい。で、口が辛いな。辛いよ。続けて辛いの一丁。辛いけど。うん、もう辛い。もう辛い。もう辛い。すごい、すごいすごいすごい、あ、胃がね、胃が熱い。これ絶対デスソースだよ。めちゃめちゃ辛いもん。一応今回ね、辛さが5段階選べて分かりやすいようにと思って、大丈夫だろうと思って、一番普通のオリジナルと一番ね辛いの頼んだんですけど、辛いのはねやばい。これやばい。めっ、ああ、ああ、マジかよ。ああ、やべ、カレ。うん、うん、やった。これ辛い、これ辛いか。やっぱり全部辛い。もうオリジナルが救いです。うん、うまいね、うまい。うん、僕ノーマルがいいですわ。うまい。なんか不思議とね、今日は量食べてないんですけど、辛さのせいでね、胃がねこうヒーヒー言ってて、痛い、口が、口がもう痛いよ。匂いはそんな辛くないんだけどな、食べると別人なんですよね。うん、この辛さはびっくりした。はあ、やっぱね、辛いとお腹いっぱいになりますね。最後ね、このチーズドッグとケバブだけですね。そしたらこれで本日のラストですね。落ちた。うん、腹いっぱい。じゃ、これで最後の一口でございます。ほい、はい、ごちそうさまでした。
はい、ってことでね、今すべてのケバブ食べ終わりました。お腹いっぱいだし、何より予想外の辛いのにびっくりしましたけど、まあね、美味しかった。今までね、したことない贅沢食いで大満足でした。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。